愛国心というところを出しながら、その中国共産党の支配を正当化する、うん、はい、おっさんチャンネル、どうもゆきしです。クリリンです。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はですね、はい、お待ちかねの中国共産党、はい、お待ちかねかどうかわかんないですけどで何ですかね、はい、ちょっとそこの話をね、はい、聞いていきたいかと思うんですけど、はい、なんかこう僕らからするとですね、うん、やっぱりその、まあ、共産党ってああいう共産党だよねっていう歴史的な共産主義っていう文脈での共産党ぐらい しかやっぱりあんまりイメージないんですけれども、はい、ちょっと中国では特殊だっていうことなので、ね、まあ、特殊ですね。その辺をちょっと聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。やはりその中国の共産党というのは非常に難しい部分があってですね、うん、そもそも中国共産党のある中華人民共和国という国はヘゲモニー正当性というふうにですね、でヘゲモニーって何ですか、何かというと、基本的には中国共産党が国家運営であったり、あるいは他の政党を指導する立場にあると、うん、なので国内統治において中国共産党が絶対的な指導体制を取っているんですね、中国においては。このように特定の政党というのが、例えば他の政党であったり、さまざまな政府機関よりも優越をする体制のことをヘゲモニー正当性というふうに言うんですけれども、これはもう日本における他のさまざまな政党、自民党、旧民主党、あるいは共産党、社民党のように、うん、複数政党制の中で、じゃあその中の一個の政党という話ではなくて、うん、中国大陸における中華人民共和国の指導政党として、もう唯一の政党が中国共産党であると。なるほどね、指導政党ってことなんだ。だからそこは全く性格は違うものなんですよね。でこれを原理原則として、例えば中国共産党というのは中国全体の中央政府を指導する立場にもありますし、うん、中国の各自治体ごとの、まあ、小政府であったり、うん、あるいは市政府であったり、そういった政府も指導する立場にあるわけですよね。へえ、それはヘゲモニー制ですよっていうのをもう公開するというか宣言するものなんですか。もうそれは憲法に、中国の憲法において中国共産党の指導を受けるというふうに記述をされているので、中国共産党が全てにおいて優越をしていると。じゃあもう憲法レベルでそこはもう強いっていうことですね。だから国という枠組みよりも中国共産党という政党の方が強い、強いんだ、上位的な概念なんですよね。それはもう今の政党とは全く違いますね、うん、日本における。なのでもうある意味超スーパー官僚機構というか、超スーパー統治機構ですよね。で基本的にはもうピラミッド式で、うん、もう地域レベルから国の中央レベルまで うん、ものすごく多くの党員によって成り立っていて、というところにおいてはやはり日本人の想像する政党とは大きく異なるものかなとは思いますね。なんかそのどういう特徴があるんですか。やはりその基本的には共産党とつくだけあって、例えば共産主義であったり、あるいはまあ、それに類似する社会主義であったり、そういうものを志向しているかなと思われがちなんですけれども、皆さんご存知の通り、最近中国は非常に経済発展を、特に沿岸部ではものすごい経済発展を遂げているわけですね。でその中においては、例えばいわゆる資本家のような、まあ富を集積するような人間も現れていて、その一方で国内での貧富の格差は非常に増大をしていると。なので部分的にはその非常に資本主義に近い部分があるわけですよね。でこういったものをその今の中国政府というのは特色ある中国式社会主義というふうに表現をしておりまして、1980年代に改革開放という政策を行ってからは、部分的にはその資本主義的な面を取り入れながら、うまく経済成長を遂げてきたと。でそれを思想的にも肯定をしている点が、やはり中国共産党の面白いところかなと。思想的にそれを肯定してるんですね、なので例えば共産主義、もちろん彼らからしても、例えばマルクス・レーニン主義であったり、あるいはそのいわゆる資本論で歌われるような共産党像は、まあ、捨てているというふうに明言をしているわけではないんですけれども、内実としてはもう共産主義、社会主義を超えたところで、中華人民共和国という国を統治するためのもう一つの官僚機構として作用しているのが現実的な側面かなとは
思いますね。要はその共産主義的な部分と資本主義的な部分を両方いいとこ取りしているというか、うん、まあ、いいとこ取りというよりは共産主義というのをまあ掲げながらも中身はもうそういった思想を乗り越えて、部分的にはその人による支配の部分もありますし、部分的には資本主義的なところもありながら、どうやったら中国共産党の中国支配がより強固になるか、今後も続くことができるかという観点から統治を行っているのが中国共産党になりますね。なんか聞けば聞くほど怖いですね。凄まじく巨大な組織が巨大な権力を持っていて、憲法によって守られていて、まあ、憲法によってその立場はもう明らかなわけですからね。こうもうなんか中国国内ではじゃあもう どういうパワーバランスがそこに対抗できるかっていうと、もう絶対に存在しない。なので例えば人民解放軍という軍隊がありますけれども、うん、あれも中国共産党の軍隊なんですよね、うん、でまあ、基本的にはさまざまな公権力に本来であればミリタリーパワー紐づくわけですけれども、うん、基本的にはそういったものをも指導する立場に中国共産党があるわけですから、なるほど、ね、中国共産党内のある意味、うん、順序といいますか、うん、序列というものが絶対的なものであると。なるほどね。なんかその三権分立みたいなものってあるじゃないですか、うん、例えば日本において、はいはい、三権分立ってそれぞれのがもうパワーを持ちすぎないように、はい、お互いがこう抑制し合うというか、う、ね、抑制してるわけじゃないけど、はい、監視し合うみたいな、そういうシステムじゃないですか、うん、はい、中国ではそういうシステムとかは取ったりはしてないんですか。まあそうでは、まあ、部分的にはもちろん司法もありますけれども、まあね、うん、やはり基本的には中国共産党というところがトップにあるわけですよね、うん、でその下には例えば行政機関としての国務院であったり、あるいは中国司法当局もあるわけですけれども、うん、まあ、ただ基本的にはその中国共産党の指導を受ける全国人民代表者会議という全人代という、まあ、よく報道されますけれども、うん、それが立法機関で、そこがまあほぼ中心的な力を持っているわけですから、うん、まあ、日本のように三権分立でじゃあお互いにバランスを取りましょうというメカニズムは存在はしない、存在しにくいですよね、うん、少なくとも国家レベルで見たときに、なるほどね、少なくとも中国共産党であったり、うん、あるいはそういった、うん、ある意味スプリームパワーといいますか、そこに対抗できるような権力分立はなされていないのが現状かなと、うん、なるほどね、うん、いやそれで一つすごくやっぱり考えて今の話から受け取れたのは、やっぱ一つのやっぱりものすごく強い、うん、まあ、キャラクターというか一つがこうドーンといて、ね、はいはい、じゃあその強い権力を持った人というか、うん、そういう団体がどういう方向性を持っているのか、うん、そういうどういう指向性を持っているのかっていうのを次にちょっと聞きたいかなとは思うんですけど、はいはい、なんか思想、いわゆる共産主義の思想およびなんか中国における独特な進化をしたその形っていうのがもし聞ければ聞いてみたいなと思うんですけど、まあ、だから結局のところその共産主義を実現することが今の目標ではないんですよね、うん、でやはり非常に複雑な経緯がありますけれども、うん、最近の中国の動きを見ているとそのある意味中国共産党の支配というものを正当化しながらも、うん、その寄って立つところは中国の長い歴史にとミックスをさせると、なのでそのある意味愛国心というところを出しながらその中国共産党の支配を正当化するというその右と左の両方から統治を正当化しようとする側面はあるわけですよね。なるほど。で最近よく出てくるワードで中華民族というワードがありますけれども、うん、それも非常に恣意的な概念になっていて、うん、中国ご存知の通り漢民族以外にも非常に多くの少数民族を抱えている多民族国家なんですよね、うん、でもちろん歴史的に見れば内蒙古であったり、うん、ウイグル、チベットであったり、まあ、そうあるいは満州の地域であったり、うん、旧来の例えば漢王朝であったり、うん、そういった時代には必ずしも漢族が支配をしていなかった地域をも包合して今中華人民共和国という国があるわけですよ、うん、でそのものすごい広い地域を概念まあ、包括する概念として今の中華人民共和国があり、うん、そこに居住する民族を中華民族という
くくりで見ているんですよね。なのでそこの内実は例えば漢族もいれば朝鮮族もいれば、いろいろな民族は当然あの地域ですからね、いるんですけれども、そこを思想的に統合しようとしていると、ということも非常に強いわけですよね。で、例えばウイグル問題であったり、あるいはチベット問題、たびたび話題になりますけれども、じゃあなんであそこの地域にあれほど苛烈なことが行われるのか、あるいは東トルクメニスタンのようなことが起こるのかというと、結局は例えば少数民族を ある意味民族浄化のことをやりたいというよりは、中華民族としての統合ということを最前提に置いて、なるほど、ね、結局は中国政府、中央政府の決めた方針に従わせる過程であのようなことが起きてしまっていると。なのでそこにおいてはよく言われるような多文化共同主義共生主義のような発想はなくて、基本的には中央政府が決めた思想であったり、あるいは価値観にどこまで糾合できるか、併合型なんですね。そこがやはり一番特徴的な部分であるのかなとは思いますね。終焉の人からすればすごい怖いですよね、そうなってくると。我々日本も終焉に含まれるわけですからね。なので先ほど申し上げた通り、やはり歴史的な流れを見れば、かつては戒秩序ですね、中華の下に異的、なんて言えばいいんですかね、戒秩序というものがあったわけですけれども、そういった中において、例えば基本的には中華民族、中華という中心の国があって、周りにいる諸民族は遠くなれば遠くなるほど蛮族だという発想があったわけですけれども、そういった中華思想に基づいて、ある意味地域秩序を再編しようと、なるほど、いった思惑も見え隠れするわけですから、やはり全体的に見ると、日本のように例えば人権があって、あるいは自由主義民主主義があってという国とは、価値観では全く相入れない、ただそういったものがないからこそ経済成長は実現されている面もありますし、最近で言えばブレーキがないってことですもんね。最近で言えばそのテクノロジーの利活用という面で、いわゆるその AI を使ってフェイストラッキングをしたり、あるいは信用スコアをバンバンやったりして、その少なくとも旧西側諸国では人権であったりプライバシーの側面から間違いなくできないものをもうサンドボックスのようにボン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 やっていると、でそれがこの瞬間にはある程度功を奏して、例えばファーウェイであったり、様々な、レノボであったり、そういったハイテク企業が伸長していると、なので本来であれば、じゃあシンプルに中華資本でお金持ってて研究開発能力あるからそこに追従しようねという動きはちょっと怖いのかなとは思いますよ ね、 でも研究者とかであればそれこそ3倍とか5倍とかの給料をちらつかされればちょっと気になってしまいますよね。いやだと思いますよ。だから日本だと、例えば典型的な話で言えばドローンとかそうですけど、ドローンなんか今国内で研究開発しようとしたらもう非常に制限が、国交省の航空局の制限が多いわけで、ただこの前も決まりましたもんね。ただ中国国内であればそこはもう結構自由にできるわけですよね。であるいはテクノロジー関連で言えば、日本国内で言えば例えば何か無線関係の研究をする際にはその技的と呼ばれるような技術証明を取らなきゃいけない、いろいろなハードルがあるわけですけれども、中国は結構そこはもうフリーダムなというようなことをやっているわけで、そういった意味においてさまざまな規制が少ないという意味においてもそうですし、あるいはこの瞬間にはやはり多くの経済的なバックグラウンドを中国は持っているわけですから、やはりそこが魅力的に見えてしまうのはしょうがないとは思うんですけれども、本来であればそこに対して相当強い危機感を持たなければいけないのではないのかなとは思いますよね。いやでも確かにこの話を聞くと、それを知らずに中国製品を使ったりとか、中国の企業とやり取りをしたりするっていうのはすごく危険だなっていう印象にはなりますね。もちろんそのある程度ねうまく利用することは重要なんでしょうけれども、基本的には中国の各その企業の中には共産党組織があるわけで、もうそれはもう本当にいわゆるもうある意味細胞レベルから、そういった中国共産党を中心とする指導体制に組み込まれているわけですよね。なのでそういったことも考えながら中国との付き合い方は考えないといけない、
ただそれは台湾、ね、台湾とか、ね、香港もあれだけ嫌がるはずだなという気もしますよね、そこまで聞くと、そうなんですよね、はい、ただ難しいのは先ほど申し上げたようなその中華民族という概念はまたこれが非常に恣意的なものであって、例えば本来ですよ、例えば中国国内には朝鮮族とかもいるわけですから、じゃあそこも朝鮮族も入るんであれば、あのエスニシティの観点から言えば朝鮮半島にいる朝鮮民族も中華民族かといえばそうではないんですよね、中華民族という概念上は、じゃああるいはシンガポールであったりマレーシアであったりインドネシアにいる華人の皆さんの中でも中華民族として扱われるのは漢族だけだったりするわけですよね。で一方でじゃあ台湾の皆さんも今外省人、基本的にはもともと台湾在住の方、台湾由来の方ではなくて中国本土から入ってきている方がその多くを占めるようになっている今日において、台湾にお住まいの皆さんも必ずしも中華民族という認識はないとは思うんですけれども、その一方で私は漢民族であるというところにある種民族的な自意識を持っている方も多いわけですから、その民族あるいはそういったアイデンティティというのが非常に入り組んでいるところであると。なのでよくある例えばやれ台湾独立だやれ香港独立だというとまたちょっと話がずれてくる、ところは否めないですよね、なのでもうこれは非常にもう複雑な話が複雑に絡み合っているので、なかなかそうですね、ただその中国関連の情報とかニュースとか見てるともう本当に複雑回帰じゃないですか、今の米国によるタックスの締め付けであったりだとか元の引き上げとか、まあ歴史的にもいろいろありますけれども、なんかそういうことのそれぞれの国の関係性というかその政策的な思惑っていうのがどこにあるのかなっていうのをこう想像するときに、その中国共産党の存在とかどういう位置づけなのかっていうことを今の今日のクリリンの話から理解できれば、ずいぶん見え方が違ってくる気もしますよね、アメリカが何をしようとしているのかとか、ファーウェイ問題なんかもね、以前も取り上げましたけれども、やはりその難しいのは日本のようにじゃ例えば政府あるいはその政府機関の上位概念の共産党は各例えば私企業には介入してこないだろうというのが普通の発想だと思うんですね、ただ中国かの地中国においてはそれはありえないわけであって、もうそもそもありえないってことですよね、なので介入ないことがない、なのでそこはもう全くもって日本の価値観で捉えてはいけないとは思いますし、そこはある意味性善説というかね、まあ、何か悪いことが起きないだろうというふうにやっていると非常に怖い、でやはり彼らは資本力がありますから、例えば各地域に例えば独自の意見広告を出したりだとか、あるいはさまざまな大学に孔子学院と呼ばれるような孔子学院ね、最近聞くようになってきましたね、作ったりだとか、まあ、そういった形によってさまざまなある意味まあ伸長をしてくるわけですよね、でそういった中においてじゃあ日本がどうすべきか、で特に難しいのはじゃあ日本と中国の物理的な距離というのが遠いのであれば、関与しないということも可能ではありますけれども、そうですね、日本はそもそも中国の軍事的な伸長に直接向かい合わなければいけない地理的な位置にありますし、やはり隣国として相応の経済関係もあると、あるいはお互いの国をお互いの人々がまあ、行き来していると、で結びつきが強い、でもっと言ってしまえば中華人民共和国というところは除けば、中国と日本の文化的な交流はもうかつてからあるわけですよね、なのでそういったところを複合的に捉えながら、じゃあどこに対して危機意識を持つのか、一方でじゃあ安易に中国を否定をしないということもまた重要になるわけですよね、なのでやはり中国共産党というところと、あるいはこれはもう地理的な意味でも中国と、あるいは歴史的なその中国と日本の関係性、あるいは今の中国国民と中国人民と日本国民の関係性、まあ、そこら辺はもう別のレイヤー別の方向性で考えないと、この話はどうしても分かりづらいですし、安易なじゃあ例えばアンチ中国であったり、まあ、排斥につながってしまってはどうしようもないので、そうですね、単純な批判をしてもしょうがないけれども、しっかりどういうものなのかを理解して、しっかり怖がる必要があると、またこれですね、と思いますね。いや本当に、
だから結局のところこう決めつけるっていうことがやっぱりものすごくリスクなんですよね、うん、これがすごくいいっていうふうに決めつけるのもリスクだし、うん、悪いっていうふうに決めつけるのもリスクだし、うん、当然いい部分と悪い部分がそれぞれあって、うん、ここは利用するべきだし、うん、悪い部分に関してはちゃんと警戒をしておくことが必要ってことですよね、うんうん、まあ、私水源が 買われちゃったりとか会社が買収されたりとか、うん、やっぱり大きな資本力はできることがたくさんありますからね、うん、我々の日本人の中でもちゃんと理解を深めることによって防衛が個人個々単位でもね、うん、できることはすごく多いと思いますんでね、うん、いやでもよくわかりました、はい、なんか言い残したことはありますか。いやいや、まあ、ただやはり重要なのは日本と中国は隣国ですよね、うん、で隣国ですし、まあ、日本のうなぎ資源は中国が爆買いしたヨーロッパウナギの稚魚にかかってるっていうのをこの前やりました。まあだからもう切っても切れない関係であることはもう明白なわけですよね、うん、でやはりさまざまな歴史的な問題あるいは経済的な紛争ありますけれども、やはり同じ地域にある国同士として何ができるのか、うん、何ができないのか、うん、どういった部分では仲良くして、どういった部分では距離を置くのか、うん、しっかり考えていく必要があるのかなと。そうですね、距離感ですね、うん、距離が近い分距離感をね、そうですね、調整していきたいと思います、はい、いやでも中国は多分興味ある人もすごくたくさんいると思うので、うん、ぜひねクリリンにいろいろ今後も聞いていきたいと思うので、はい、こういうところも動画にしてほしいとか、はい、こういうポイント聞きたいみたいなことがあったらぜひねコメントたくさんいただければと思います、はい、というわけでね、おっさんチャンネルでした。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。